夏といえば旅行やお祭り、海や山でのレジャーなど楽しいことを思い出す人が多いでしょう。抜けるような青空にギラギラと照りつける太陽が眩しい、そんなイメージが夏にありますよね。でも日本の夏にはもう一つ忘れてはいけない怖いものがあります。夏の風物詩の一つ、台風です。こんにちは、ペクです。夏といえば海や山でのレジャーなど楽しいことがたくさん。皆さん、今年夏休みありますか？ちょっとコロナの影響で夏休みがないっていう人もいるかもしれませんが、まあ、夏休みっていうのはワクワクしますよね。でも夏といえばもう一つ忘れてはいけないのが台風です。毎年日本でも水害や家屋の損壊などの被害が出ていますが、世界中には過去に何度も悪魔のように恐ろしい台風が発生していたんです。今回はそんな世界の悪魔のような台風を6つご紹介していきたいと思います。どんな悪魔のような台風が現れたのか気になりますよね。この動画で改めて台風の恐ろしさを知ることで防犯意識の高まりにつながればいいなと思っております。1、台風マシュ。こちらは2016年9月29日に発生し、10月初旬にハイチからアメリカの南東部で猛威を振るったハリケーンマシューの衛星写真です。赤く染まった海に浮かび上がるグレーの雲の渦はまるで悪魔の顔のよう。ハリケーンの強さを表す指標の一つにシンプソンスケールというのがあるのですが、マシューはそのシンプソンスケールで最大のカテゴリー5まで発達しました。その威力の凄まじさに当時のアメリカ大統領だったオバマ氏が非常事態宣言を発令したほどでした。その後マシューはカテゴリー4の勢力で10月4日にハイチに上陸。ハイチではなんと540人以上の尊い命を奪い、10月7日にはフロリダ州に接近。アメリカの南東部でも40名の命を奪っていったのです。2、台風チップ。史上最強の熱帯低気圧の異名を持つ台風チップは、1979年10月6日に西太平洋のカロリン諸島トラク島の南東海上で発生しました。発生当初は中心気圧996ヘクトパスカル、最大風速 252km だった台風チップですが、12日の15時、沖ノ島の南東付近でついにピークを迎えた時には中心気圧は870ヘクトパスカルにまで成長していきました。これは観測史上世界で最も低い中心気圧として記録されています。史上最強となったチップはその後は少しずつ勢力を弱めつつ北上、沖縄などの南西諸島付近を通過し、19日の9時過ぎに和歌山県白浜町付近に上陸します。時速95キロというものすごい速さで本州を縦断した台風チップは北海道にも上陸、釧路から網走へと駆け抜け、オホーツク海へと進んでいきました。大型で強い勢力を保ったまま上陸した台風チップは日本全国のほとんどを暴風域に巻き込んで通過していきました。このため強風による被害も多く、舞浜湾では観測史上最高となる229センチの潮位を記録。また太平洋岸では海難事故により多く亡くなった方も出ました。雨による被害も甚大で、九州南部、四国、紀伊半島、東海地方では400ミリメートルを超える大雨となり、特に紀伊半島では雨量が900ミリメートルを超えました。短時間で多量の雨を降らした台風チップは各地で土砂崩れを発生させ、多数の家屋が浸水するなどの被害が続出しました。台風チップによる被害は死者110名、行方不明者5名、負傷者543名に及び、家屋への被害は住宅全壊139棟、半壊1287棟、床上浸水8157棟、床下浸水47943棟となりました。他にも高知への被害は25451ヘクタール、船舶被害19船と日本列島に大きな爪痕を残す結果となりました。台風チップによる被害総額はなんと1057億に達したそうです。なお日本を襲った一つの台風での亡くなった方が100人を超えたのは台風チップが最後だそうです。3、ハリケーンパトリシア。最大瞬間風速が観測史上最大となったハリケーンパトリシアは2015年10月20日に発生しました。10月23日夕方、中米メキシコ政府ハリスコ州の太平洋湾岸に上陸。台風マシューと同じくシンプソンスケールで最大のカテゴリー5を記録したパトリシアでしたが、注目すべきは最大風速 345km という猛烈な風の勢いでした。この強風により倒木や家屋の損壊など多数の被害が出ましたが、死者は19名に抑えられたというのが不幸中の幸いでした。4、ハリケーンカトリーナ。
被害額が史上最高の1250億ドルとなったハリケーンカトリーナは2005年8月24日にバハマ南東の海上で発生しました。翌8月25日にはフロリダ半島に上陸。その後一度は海上に抜けたカトリーナでしたが、8月29日になるとルイジアナ州に再上陸します。8月28日には当時大統領であったブッシュ氏がルイジアナ州に非常事態宣言を発令。またニューオリンズ市は48万人の市民に避難命令を出しました。その後もカトリーナは勢力を弱めながら北上を続け、8月30日にミシシッピ州の東部を通過中に熱帯性暴風となりました。史上最悪の被害金額を出したことで有名となったカトリーナでしたが、報道された被災地の状況があまりにもひどく、それはまさに悪魔の仕業のようでした。カトリーナが通過した後のニューオリンズは8割が水没していました。人々が避難した市内は廃墟のような街並みが広がり、食料品店などでは略奪行為が続発したほか、放火とみられる火災や救援車両、医薬品輸送車への襲撃なども行われていました。ニューオリンズは犯罪が横行する無法地帯と化し、まさに地獄のような光景が広がっていました。そのため州兵が現地に派遣され、治安維持に当たることとなりましたが、その活動は過酷を極め、任務に当たった警察官や州兵の中からは逃亡者や自殺者が出たほどでした。避難所での生活もひどかったようで、支援物資の不足により高齢者などの衰弱死が相次いであり、感染性胃腸炎の集団発生、ビブリオ・バルニフィカスという細菌に感染したことにより4名の死者も出ています。またヒューマン・ライツ・ウォッチの発表によれば、ニューオリンズの刑務所から受刑者517名が行方不明になったそうです。行方不明になった受刑者たちはその後どうなったのでしょう。台風もそうですが、そちらも気になります。5. ボーラサイクロン。ボーラサイクロンは史上最大の死者を出した台風と言われています。1970年11月7日にベンワルガン南部で発生した熱帯低気圧は、11月12日には明瞭な目が形成され、シンプソンスケールでカテゴリー3の台風となりました。11月12日夜に東パキスタン沿海部への上陸により勢力は衰え始めましたが、11月13日にアガルタラ南南東100キロに達した時点では依然としてサイクロンの威力を保ったままでした。その後急速に衰弱し、13日の夕刻にはアッサム州南部で弱い熱帯低気圧になり収束しました。シンプソンスケールでカテゴリー3と聞くと、それほど規模は大きく感じないかもしれませんが、被災地域に与えた損害はとても大きいものでした。もともとベンガル湾の沿海部はサイクロンに対して特に情弱であったこと、また東パキスタン沿海部にボーラが上陸したのが満潮時刻に近かったこと、標高が低い島々が高潮に襲われたことにより多くの人命が失われてしまいました。正確な死者数は現在でも把握されていませんが、最悪の推計ではおよそ30から50万人に上ると言われています。 6. 伊勢湾台風。伊勢湾台風は日本の観測史上で一番被害の大きかった台風です。中心気圧の低さや最大風速では室戸台風や第二宮古島台風より劣るレベルでしたが、その死者の多さは群を抜いています。1959年9月21日にマーシャル諸島付近で弱い熱帯低気圧として発生した伊勢湾台風は、9月26日に紀伊半島から東海地方を中心にほぼ全国にわたって甚大な被害をもたらしました。伊勢湾台風の最も顕著な特徴は高潮被害にあります。満潮時を外れていたにもかかわらず、名古屋湾では海面水位が平均海面水位より 3.89 メートルも上昇したとの記録があり、尋常ではなかった様が伺えます。伊勢湾奥の海岸防堤の高さは当時は 3.38 メートルしかなかったこと、名古屋市周辺では急速な発展に伴う地盤沈下が激しく、高潮に対して非常に脆弱な土地であったことが被害を大きくしてしまう一因でした。また当時名古屋湾にあった貯木場から20万トンに及ぶラワン材などが流出したことにより被害が拡大したとされています。直径1メートル、長さ10メートル、重さ7から8トンにもなる木材の大群が高潮に乗って住宅地に流入、建物を破壊するとともに人々を襲いました。気象庁の資料によると、伊勢湾台風の被害者数は台風災害としては明治以降最多の死者、行方不明者であり、5098名に及ぶものであったと記録されています。建物への被害は全壊が 33,967 と、流出が 4,043 と、半壊は 98,065 とで、床上浸水 194,041 と、床下浸水は 233,387 とでした。伊勢湾台風の被害金額は愛知、三重、岐阜の3県でもなんと 5,261 億円と莫大なものでした。以上、今回は世界の悪魔のような台風6つをご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。災害はいつ訪れるか全く分かりません。日頃からの備えが大切です。水害に備え、水はけを良くするために側溝や排水溝は常にきれいにしておきましょう。また屋根、塀、
壁などは定期的に点検補強していくことをお勧めします。非常用品を備蓄していくことも必要ですね。貴重品だけではなく、もし避難することになっても慌てないよう身の回りのものをまとめておくと便利です。数日分の食料と飲み水もあると安心ですね。皆さんも台風への備えは忘れないようにしておきましょう。それでは今回の動画を終了します。最後までご覧いただきありがとうございました。次に見てほしい動画は、これ。